西2条南11丁目戸籍ビル1階にアットホームな雰囲気のお店がオープンしました。居心地のいい店、お客様がゆっくりして行ってくれる店を作りたいというマスターの思いは落ち着いた色使いの店内にも。カウンターの椅子はなんとソファーになっています。また小上がりはすべて掘りごたつ。カウンターでも小上がりでもつい長居してしまいそうですね。おすすめのメニューは牡蠣。厚岸の牡蠣養殖販売の牡蠣菌から仕入れた純厚岸産の完全養殖牡蠣牡蠣エモンと厚岸海域養殖物丸エモンの2種類をそれぞれ生牡蠣のほか焼き牡蠣、牡蠣フライ、牡蠣酢でもご提供。さっぱり系の牡蠣エモン、こってり系の丸エモン、お好きな方をどうぞ。もう一つはしほろ牛のカットステーキ。脂肪が少なくジューシーで柔らかい赤身の肉をカットステーキで味わえます。また日本酒は季節ごとに仕入れ銘柄を変えて季節ごとの味わいを楽しめます。ゆったりと居心地の良さを感じながら料理とお酒に舌鼓。つろぎのお店、酒坊竹の内、お待ちしています。